防衛装備庁が長年にわたって研究してきたレールガンの洋上試験に成功したそうです。これによって120連射位の新たなステージが上がったという情報が入ってきました。アメリカの兵器より6倍もの能力を持つとされるレールガンについて今回は見ていきたいと思います。方針のエロージョン問題を克服し、これに中国とロシアが猛反発しています。エネルギー損失が大きく、長大なレールと巨大な電力供給システムが必要ですね。防衛装備庁は、研究開発を進めている未来の大砲とも称されるレールガンを、海自の試験艦アスカに搭載、10月17日に洋上射撃試験を実施した動画を、2023年12月1日、YouTube 公式チャンネルにアップしました。また、12月5日には、11月の防衛装備庁技術シンポジウム2023での資料を公表、日本でのレールガンの研究開発が、新しい段階に入ったことを公表したというわけです。前出の防衛装備庁技術シンポジウム2023は、防衛技術指針2023と、防衛力の抜本的強化につながる研究開発についてというサブテーマがついています。内容は、現在、防衛装備庁で研究開発を進めている将来の防衛装備品関係の研究開発の成果を発表するものです。電気エネルギーを使って弾丸を放つ電磁砲として次世代大砲と呼ばれるレールガンの日本での研究開発試験が開発を断念したとみられるアメリカを超え世界をリードする段階にまで進んでいるという結果が公表され注目を集めたそうです。レールガンの原理を説明します。平行に設置した2本の電極棒レールの上に小さな金属の玉体を乗せて瞬間的に大きな電流を流して発生させた電磁力で金属団体を射出するという単純な構造です。強大な磁場を発生させて、電磁気力、ローレンツ・チトムを発生させ、その力で玉体を射出するという電磁砲とも呼べる砲なのです。メリットとしては、発射される玉体がミサイルよりずっと安価であること、これまでは火薬を使用して発射していましたが、それよりも高速に射出できること、そして、射程がはるかに長くなるということです。防衛装備庁が試験をしているレールガンですが、総重量8トン、大きな電源部と砲身部、電磁加速装置で構成されていて、砲身である、レール全長は約6メートル、口径40ミリメートルと小さくなっています。当然、発射される弾体も小さくなるということです。現在の火砲と比較すると、陸自で、最も多く使用されている榴弾砲の長さは約 6M で、レールガンとほぼ同じですが、口径は4倍近い 155mm です。また、海自の最新鋭多目的フリゲート艦もが、身型護衛艦やイージス艦、アタゴ型護衛艦、秋月型護衛艦などに搭載されている単装砲は、砲身長約7メートル、口径 127mm なので、これらの火砲と比べると、レールガンは、砲身の長さにしては、口径がとても小さいとわかりますね。この長くて、小口径の砲身から、弾体を、秒速 2297M、約マッハ7、約 8568km の超音速で射出できます。これまでの火薬を使って射出する火砲の砲弾初速は、秒速 800m ほどですから、段違いの射出スピードと言えましょう。しかし、やはり欠点もあります。レールガンは、砲身である電極棒に接触するので、エネルギー損失が大きいのです。この損失を補填するためには、非常に大きな電力が必要ですから、巨大な電力供給システムが必要になるのです。また、弾丸を超音速にまで加速させるためには、距離が必要です。その距離を確保するために、長大なレールが必要なこと、レールの摩擦や電気抵抗など、物理的かつ技術的な制約があることなどが欠点とされています。レールガンで連続射撃を行う場合、大問題になるのが弾丸と接触している砲身レールが摩耗して損傷することで、弾体の初速が低下すること、つまりエロジョンという現象が発生することです。エロジョンについては、過去のレールガン研究でも、
多摩隊が発射する際の初期位置周辺のレールの損傷が特に激しく、撃ち続けるたびにスピードが低下してしまうので、これをどうやって解決するかが課題と言われていました。エロージョンの解決策として、防衛装備庁では2点の研究を進めました。方針レールの素材と電流の流し方を変更したことによって、エロージョン問題を克服したということです。方針レールの素材については、今までは、導電性や加工のしやすさから、主に銅を使っていましたが、さらに導電性が高くかつ、摩耗に強い素材に変更しました。また、電流の流し方も変更し、瞬間的に、大きな電流が加わらないような放電方式を開発したのです。この二つの変更によって、多摩隊の射出前の初期位置付近に発生していた損傷を抑えることが可能になりました。120発の連続射撃実験では、多摩隊すべての初速が、秒速2000メートル以上を叩き出したのです。実験は成功したということです。防衛装備庁は、新しい対策をしたレールガンで、多摩隊を安定して高い初速のまま連続射撃するという目標が達成されたと、防衛装備庁技術シンポジウム2023での資料の中で明らかにしています。レールガンの将来的な用途としては、2つのシナリオが想定されているようです。1つが、中国やロシアなどの極超音速誘導弾を、撃墜用の兵器として使用することです。理由は、従来の火薬を用いて砲弾を射出する火砲よりも、レールガンは、はるかに長射程で、かつ高い威力を発揮できからです。また、もう一つは、敵の艦艇や地上目標を攻撃する際に、長射程と高速、レーダーに捉えられにくい多摩隊のサイズ、小さいを生かして、敵が、回避困難な打撃兵器として活用することです。現在、この二つの用途のためには、対空ミサイルや巡航ミサイルが使用されているのですが、製造単価が非常に高額ですから、限られた防衛予算の中で大量に製造、購入して保有するというのは、現実的には非常に難しいのです。防衛予算は年々増額されていますが、他に回してしまうので、レールガンには回ってこないということでしょうか？納税者からすれば、かなりの金額を防衛費に注いでいると思うんですけどね。と言っても、レールガンの多摩隊は、長射程ミサイルのような誘導能力はありません。なので、遠距離で、敵の誘導弾を撃墜するのは難しいのです。自衛隊は、これらの防空兵器については、それぞれのメリットを活用して、多層的に運用したいという構想を持っていると見られています。レールガンの研究開発を進めてきた世界の国を見てみましょう。日本以外では、アメリカ、ロシア、中国、EU、トルコ、韓国です。レールガンのメリットを認めている国が多いということがわかりますね。アメリカ海軍は、これまで、レールガンに、多額の研究開発費と数十年もの時間を注ぎ込んできました。そして、2020から2025年頃の実用化を目標にして、BAE Systems 社とジェネラルアトミックス社がプロトタイプを開発、試験が実施されたのです。2014年4月には、2016年中に、スピアヘッド級遠征高速輸送艦に、レールガンの試作機を搭載し、洋上での実証試験を行うと発表していたのですが、2022年度の軍事予算には、レールガン研究開発費が計上されていませんでした。つまり、開発を断念したものとみなしてもいいのではないかと囁かれています。そういった情勢の中で、トルコは、すでに兵器に応用可能な電磁砲の開発に成功したそうです。実際に国際防衛見本市でなどでセールスしていることが伝えられているのですが、肝心のレールガンの性能など詳しいことは全く不明ということです。防衛装備庁では、今後、今回の発射機の開発から、現実的に兵器として使用するためのシステム開発に移行していくとみられています。長射程を生かして、敵の兵器の射程外から攻撃するスタンドオフ防衛能力兵器としての開発を完了させた後に、抑止力として貢献させることが考えられているようです。
護衛艦加賀の第一段階改修工事が完了し、2024年にアメリカで F-35B 認証テストとの情報をキャッチしました。今回は、海自空母加賀が艦首資格に悪魔的改造完了か、シウスに、備変 F-35B 艦載で、軽空母2隻体制、ズポールス搭載で、空自新戦略と戦術バレルを詳しく見ていきます。ようやく、2隻での F-35B 戦闘機運用開始、機体も今年度に納入し、いよいよ訓練開始ですね。とりあえず艦載した護衛艦の光景を早く見たいよね。島国である日本にとって、その防衛を考える上で、大きな比重を持つと思われるのは、やはり何と言っても海上自衛隊の存在であり、その装備の能力と数が、有事の際の成り行きを左右する存在となると言ってよいだろう。2023年末の時点でも、現在の日本の岸田政権は、かなり低水準の支持率へと下降し、その先行きを危ぶむ声も日増しに高まっている感は拭えないが、ことに、防衛費の拡充という点に限っては存在感を示しているように見える。日本の2024年度の防衛予算案は、総額で7兆9496億円となることが、昨年末に閣議において決定され、2023年度から2027年度までの5年間の累計で、およそ43兆円規模に拡大するという公約を実現すべく、着実に増加を果たしている。そうした中で、海上自衛隊の大型の装備品といえば、無論のこと、各種の艦艇となるわけだが、新造艦として、ハモが、身型護衛艦、艦首記号、FFM12 隻の建造や、その改良版の、さらに、10隻の建造が予定されている状況である。また、2024年現在で、総数で8隻を保有、運用しているイージス護衛艦も、2027年度の防衛予算案の中で、2隻の造成を行うことが決まり、同艦首を10隻体制とする強化策が、予算の上からも進められる状況となっている。加えて、これらのイージス護衛艦とは別に、同じく、イージス戦闘システムを搭載する艦艇ながら、かつて、導入の中止が決められた陸上配備型のイージスアショアを代替する目的で、イージスシステム搭載艦も、2隻の新造が打ち出されている。また、日本の海上自衛隊における主戦力たる潜水艦は、数こそ、現状の22隻体制から変更はないものの、従来の 533mm 魚雷発射艦6門を重兵装とするもの以外に、実証実験艦として、VLS 垂直発射艦を装備する艦艇の建造が盛り込まれている。これは、秘匿性が高い潜水艦に、主として、対地攻撃用の巡航ミサイルを搭載し、反撃能力としての選択肢を増加させるとともに、抑止力を向上させる狙いがあるとみられ、今後の注目の装備品とみて間違いないだろう。こうした新造艦以外にも、海上自衛隊では、既存の艦艇の改修も進めており、その中心といえるのが、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦、艦首記号、DDH2 隻の航空母艦化改修工事の実施であることは、周知の事実となっている。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、2024年時点を、海上自衛隊の艦艇の中で最大規模を誇り、一番艦で、ネームシップの出雲が、2015年3月に、神奈川県の横須賀基地、2番艦の加賀が、2017年3月に、広島県の5基地に就役した。海上自衛隊において、艦首記号、DDH が付与された艦艇としては、最初に榛名型、2番目に、白根型、3番目に日向型、そして、4番目が、出雲型と、すでに4世代目となっているが、前者の2艦と後者の2艦とでは、大きく艦容が異なっている。具体的には、榛名型は、基準排水量が4950トン、満載排水量が6850トン、全長が 153.0 メートル、全幅が 17.5 メートル。白根型は、基準排水量が5200トン、満載排水量が6800トン、全長が 159.0 メートル、全幅が 17.5 メートルの規模であった。榛名型、白根型ともに艦首記号、
DDH とは言うものの、回転翼機の運用は、艦尾に設置された飛行甲板で実施され、最大で、回転翼機を3機まで搭載可能だが、これらの同時離発着は、できず、1機ずつの運用を行う形式であった。そのため、今現在は、春名型、白根型ともに、すでに退役となっているが、その見た目は、当時の汎用護衛艦、艦首記号、DD の延長線上にあり、艦尾の飛行甲板部分が、かろうじて拡大されているとでも言うべきデザインだった。これが大きく改められたのが、3番目の艦首記号、DDH のヒューガ型からであり、同艦は、基準排水量が 13,950 トン、満載排水量が 19,000 トン、全長が 197.0 メートル、全幅が 33.0 メートルと艦隊の規模も一気に大型化し、全通式の飛行甲板を装備するに至った。これによりヒューガ型の回転翼機の運用能力は飛躍的に向上し、各種の回転翼機を最大で11機も搭載することが可能な収容力を備え、その同時離発着も3機まで可能にとするなど、外観も含め航空母艦的な艦艇へと変貌を遂げたものだった。このヒューガ型から、さらに回転翼機の運用能力を向上させるべく、艦隊の大型化が図られたものが出雲型であり、基準排水量が 19,500 トン、満載排水量が 26,000 トン、全長が 248.0 メートル、全幅が 38.0 メートルと海上自衛隊最大の艦艇となった。この大型化によって出雲型では、回転翼機の同時離発着は5機が可能となり、各種の回転翼機の搭載数も最大で14機を数えるまでに増加しており、ヒュー型で培ったノウハウをベースに計画、設計、建造されたと言えよう。日本の海上自衛隊においては、艦首記号 DDH はヘリコプター搭載護衛艦と説明されているが、ヒューが型以後、全通式の飛行甲板を装備する形式となってからは、すでに海外の主要な軍事メディアでは、ヘリ空母という表記が主流となっていた。現在、進行形で、進む出雲型2隻の大きく分けて、2度にわたって実施される改修工事については、名実ともに航空母艦化という表現が解禁された感があるが、この航空母艦という位置づけも、政治的な配慮から長らく避けられていたことは記憶に新しい。今では、日本にとっての最大の仮想敵国となった中国が南西諸島方面をはじめ、大幅に増強した海軍戦力をもって、現実的な脅威となったことから、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修も、国民のコンセンサスを得た形と言えるだろう。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、2番艦加賀が先行して、最も大掛かりな飛行甲板の拡幅工事を2023年までに終え、今年2024年からは、1番艦の出雲が同様の工事着手される予定となっている。現状では、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修は、両艦ともに2027年を目途に完了するとめされており、艦載機となるアメリカは、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング 2B 型の調達も並行して進められている。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は、42機の調達を行う方向で予算化が行われているが、同機の所属自体は、航空自衛隊の管轄となり、駐機基地は、宮崎県の新田原基地が内定している。航空母艦化改修を終えた出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は F-35 ライトニング 2B 型を機内に10機前後収容するものと目されており、この数では正直航空母艦というにはいささか戦力としては限定的だとの指摘も多い。例えばアメリカ海軍の航空母艦はミニッツ級10隻、ジェラルド・ R ・フォード級1隻すべてが排水量で10万トンを超える大型の原子力航空母艦であり、通常時の艦載機数でも、70機前後と大国に一国の空軍力に比肩し得る規模を誇る。また、最大の仮想敵国となった中国も、最初の練習用の航空母艦である遼寧でも30機以上、2番目の山道では40機以上、3番目の福建では
さらに、艦載機の搭載数を増加させることが確実視されている。そうした周辺国の航空母艦と比較した場合、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の艦載機による攻撃力には明らかな差があり、同様に論じるべき存在ではないことは、そのキャパシティから判断しても明らかであろう。そのため出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修が完了した後には、日本版の空母打撃群の編成云々を論じる言説も一部からは発せられているが、そのような遠征を前提とした戦力と見るには無理があると感じられる。日本の次期戦闘機開発予算914億円が閣議決定されたという情報を入手しました。今回は、この次期戦闘機開発について、見ていきたいと思います。新進に、XF9 で、すぐに純国産作れないのかな。2023年12月22日、政府が、2024年度、令和6年度、防衛予算案を閣議決定したことが発表されました。それによると、2024年度防衛予算案は、総額7兆9496億円の巨額に上り、過去最高金額になったそうです。その中で、640億円が、日本が、初めて、イギリス、イタリアとの共同開発を進めている次期戦闘機の基本設計及びエンジンなどの開発費用に充てるとされています。さらに、次期戦闘機の関連費用として、イギリス、イタリアと共同で設立する予定の共同開発機関への拠出金42億円が計上されました。これは、概算要求から2億円の上積みとなっています。また、次期戦闘機と連携して運用する予定の無人航空機研究など関連 AI 技術研究費として48億円を計上しています。そして、次期戦闘機に搭載する予定で、日本独自に開発を進めている次期中距離空対空誘導弾用に184億円を計上するなど、総額914億円に達しました。8月末の概算要求に4億円も積み増ししたことになります。次期戦闘機開発計画は、グローバル戦闘航空プログラム GCAP、GCAP という呼称で進めていくと、日本、イギリス、イタリアの3カ国政府から、2022年12月、発表されていました。2023年12月14日には、3カ国の防衛省が、次期戦闘機開発計画 GCAP を合同で管理する機関として、GIGO、GCAP 政府間機関、本部はイギリスを設立し、初代トップには日本人を置くと発表しました。日本の次期戦闘機開発の流れを紹介します。2035年には、現在運用している純国産 F2 戦闘機の退役時期になるので、その後継機を純国産で開発したいということから始まりました。アメリカ製戦闘機の購入やライセンス生産ではないということです。当初は、F1 戦闘機から F2 戦闘機へ受け継がれてきた純国産戦闘機の流れを受けた開発だったので F3 戦闘機と呼ばれていましたが、2010年平成22年8月に防衛省が将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンを公表、将来の戦闘機のコンセプトモデルとして I3 ファイターを提唱しました。I3 ファイターの技術研究は、機体のステルス性研究、開発は、当時の防衛省技術研究本部、現在の防衛装備庁が主体になり、三菱重工業がステルス実験用航空機 X2 を試作し、2016年4月22日に初飛行、
2017年10月31日まで、合計で32回の飛行試験を行い、ステルス性や機動性の検証を進めました。エンジンも国産製造を念頭に置いた上で、総発のハイパワースリムエンジンというコンセプトを提唱し、IHI が XF9 エンジンを開発しました。アビオニクス、飛行用の電子機器関連なども含めて、すべてを国内企業が主導する形が開発方針とされ、様々な関連技術の研究、開発を進めていたのです。2020年度、令和2年度、防衛予算に、初めて、I3 ファイターの開発予算が計上されたことに伴って、それまでの呼称を改め、次期戦闘機と呼ばれるようになりました。そして、2020年10月、三菱重工業を開発主体として選定、正式に開発契約を結んだことが発表され、その他の企業として、三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の7社の参画も明らかにされ、いわば、国内企業の総力を結集して開発を進めることが決定されたというわけです。このように、純国産で最新鋭戦闘機を開発する体制が整いました。しかし、これまで、戦闘機開発については、アメリカの統制下にあって、F2 戦闘機も純国産でありながら、機体設計は、ロッキード・マーティン製の F-16 ファイティング・ファルコンの焼き直しし、エンジンもゼネラル・エレクトリック製エンジンのライセンス生産だったのです。アビオニクスなどは、日本独自の技術が織り込まれてはいましたが、コアの部分はアメリカによって、ブラックボックス化されていたのです。こういった苦い経験から、防衛省は、日本国内企業だけでの次期戦闘機開発は困難と判断。海外で戦闘機開発に携わっている企業の技術協力が必要として、今までの経緯から、ロッキード・マーティンとボーイング、イギリスの BAE システムズの3社に技術提携を模索していたそうです。2020年12月、防衛省は、これまでの関係が深かったロッキード・マーティンを提携先に選ぶ方向で調整していると公表。次期、戦闘機インテグレーション支援として、ロッキード・マーティンが技術を持っているミッションシステムインテグレーション、運動性能とステルス性の両立、コンピュータシミュレーションを駆使した設計作業の技術について支援を受けると発表したのです。しかし、2022年5月頃からは、次期戦闘機開発の技術開発支援企業を、ロッキード・マーティンから、イギリスの BAE システムズに変更する可能性があると指摘されるようになってきました。その理由ですが、次期戦闘機開発計画とアメリカ軍の次世代戦闘機計画との連携度が低いこと、アメリカ軍の次世代有人戦闘機の開発計画が進んでいないので、ロッキード・マーティンの関心が低いことが挙げられています。その一方、BAE システムズは、ビタリアなどとテンペストと呼ばれる次世代戦闘機の開発が進んでいて、時期的にも、日本の次期戦闘機開発と重なることがあり、さらに、他の装備品についても、イギリスとの共同開発案件が複数進行していることも理由にされていました。2022年7月19日には、イギリス政府が、日本及びイタリアと、次期戦闘機の開発で協力を強化すると発表。それを受け、2022年8月14日、日本の次期戦闘機開発計画とイギリスのテンペスト計画を統合して、共通機体を開発する方向で最終調整に入ったという事実が日本政府関係者によって明らかにされたのでした。こういった経緯から、日本政府は、ここまで次期戦闘機開発は日本主導で進めると旗印に掲げてきたので、防衛省内には、GCAP を合同で管理する GIGO のトップは、日本が抑える必要があるという声が高く上がりました。戦闘機開発では、技術的に日本より優れているイギリスに GIGO 本部を置くことは妥当ではありますが、こういったことで、組織のトップが日本人になったと思われます。3カ国の提携企業について紹介します。機体開発は、日本の三菱重工業とイギリスの BAE システムズ、イタリアのレオナルドの3社が、
共同で開発を進めます。エンジン部分は、日本の IHI とイギリスのロールスロイスが中心になり、イタリアのアビオも加わる予定となっています。電子システムは、日本の三菱電機と、イギリスのレオナルド UK、イタリアから、レオナルドとエレクトロニカの4社が担当するそうです。蒸気企業の中から三菱重工業、BAE システムズ、レオナルドの3社は、共同企業体 JV を設立しました。本部は、イギリスで、初代トップには、イタリア人がつくそうです。防衛省は、2035年度までに、次期戦闘機初号機の配備を目指しているようです。導入数は、少なくとも約90機を想定しているようです。また、GGAP の一つ、イギリスも、現行の戦闘機ユーロファイタータイフーンの後継機として、2035年までの配備を目指しているそうです。ここまで読んできて、一番気になるのは何かと言ったら、やはり原資でしょうね。と言っても、国債発行高は、すでに限界近いということですし、やはり税金から、ということなのでしょうか。防衛増税と言われていますが、それしか方法はないんでしょうか。他の無駄遣いにも目を向けてほしいものです。筆者は、旧民主党政権時代の事業仕分けを思い出しましたが、あれほどスピーディーに雑にしなくても、じっくり吟味して、無駄な事業や交付金などを減らすよう、努力してもらいたいですね。